商談審査について、えー、私なりの考え方を述べてみたいと思います、えー、商談審査談は初談から八段まであります付与基準がそれぞれ初談から八段まで違いますけれども、えー、基準的来的なやつは、えー、剣道の主観等が入ってくるんじゃなかろうかと思います 初段に言いますとやはり危険体の一致が最初に来る感じかなというふうに思います。八段になったら初段から修行してきた心技そういうものをどういうふうに表現していくかということになってくると思います。すなわち剣の理法といわれる心の方 体の方、刀の方、進歩、等法、進歩、これをいかに表現するかが商談審査に合格するか否かということになってくると思います。えー、特に八段あたりは無駄のない動き、無駄のない剣さばき等が必要になってくると思います。えー、段にふさわしい 審査で合格するためには五段を受ける人は同じ五段と審査をするわけですから相手よりも光っていることが必要だと思います。同じ実力では同じ五段のままです。六段の七段も同じ受験生とするわけですからそこを乗り越えるためには相手と自分との力の差が一歩上。 でなければ合格することは難しいと思います、えー、自分では体の切れ体の切れそして凛とした発声この辺りが各段においてもともに入れてきているところだと思います、えー、先ほども言いましたようにやはり受信者の中で光っていくああれは素晴らしいなという人が合格してくると思います光るためには 平素のの努力稽稽古量稽古量質こういうものがあってこそ栄冠を自分のものに手にすることができるということになると思いますので、えー、心して修行する必要があると思います。<music> 切り返しについては、えー、上達法の一つの傾向法として、えー、定着しております、えー、大きく正面それから左面右面左面右面というふうに左右面の切り返しということになります、えー、切り返しをすることによって規制を重視させる はすを正しくする間合いを覚える肩のこりを取る力を入れてやるんじゃなくて肩の力を抜いて行うというような利点が生まれてきますなお打つ方だけではなくて受ける方も左右面のギリギリのところで 避けてあげるややもすると前の方になってしまうということになると打つ時に肘が伸びる前にしないを避けられるということになりますのでどうしても手の内の作用肘の伸ばし具合というのを覚えませんので元たちもかかる手が十分にできるように正面を足して左右面を 受けてあげるということが必要になってくると思います。 打ち込み稽古については元たちが開けたところをすかさず打っていくということになります、えー、相手がどの程度の力を持っているかということで開ける度合いを変えてあげるそれから開けるタイミングどのタイミングで開けてあげるのか というところもこれは相手の力によって変えてあげることが必要だと思います元たちの方の力量がないとどのタイミングで開けるどの程度開けるということはできませんので元たちかかり手両方が伸びる打ち込みをやる必要があると思います かかり稽古については打ち込みと混同しやすいですが打ち込みは開けたところを隙を見て打っていくところはかかり稽古は自分で元たちの隙を作り出して打っていくということが変わってきます。よく打ち込みのようにどん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 打っていきますけれどもあれでは 間合いの攻防それから打つべき機会というのは覚えられませんのであくまでも間合いを取って相手の隙を見つけてそして基本で習得したあるいは打ち込みで習得した技を仕掛け技を中心に体勢を崩すことなく打っていくということが必要です。えー、有効打突を取ることもももちろん大切ですけども 元たちと掛か,かり手の力の差がある場合には元たちの有効だと取るということはなかなか難しいわけですから自分で捨てて思い切って打ちを出していくそういうことがかかり稽古につながっていいくと思いますえ待っていて相手を来るところを応じて打つということではなくて仕掛け技を中心にして打っていく。 ということになるなります、えー、元立ちとかかり手の力の差においてどの程度かかっていくかということになると思います七段の人に初段に段がかかるときには打ち込み稽古のような感じにおそらくなると思いますけれども七段の人に五段の人を6段の人がかかるときはもう少し間合いを考えそれから機会を考えて打っていくということが 大切だろうと思いますえー、ということは元とたちの力とかかる手の力この実力差においてかか,りかかる度合いというのは変わってくると思います。 はい、えーと、いい立ち合いいを見せてもらいました、えー、立ち上がり加山さんの方が飛び込む面そして面返し道ちょっと狙っていたのかな、はい、という感じがしますねで狙っていくということは頭で考える、はい、考えた分は目から見て脳にやって体を動くというのだと0.4秒かかるんですねこれが、えー、脳に入れなくて反射神経的は0.3秒ですから 受けてから打つまでにちょっとやっぱり時間がかかってしまったというのは0.1秒のその差だと思いますね。えこれじなく自然に行ったらあの開始動も決まったと思いますね。それから、えー、もうあれは打たれて仕方ないわけだから、はい、もうあのところは捨て込んで、はいえー、やっていくと。それから途中でこうこうてから面に行ったのがありましたね。いいところね。であれはもう少し体勢ここで止まらないで向こうの方に。 突き抜けるつもりでやって相手の体に当たったら当たったで結構ですので、はい、もう少し打ち切ってほしいなというところですね。最初のところは2人とともどちらかというとと打打たれないぞ打たれれなないぞといいぞぞう感じが強すぎたのかな、ねえー。打たれなくて審査に通るということはじゃなくて打つことを審査員は見るわけですから打つことがすなわち防御につながってくるんだったら分かるんだけども打たないことが 結局打てないことにつながるということになる気持ちがちょっとそこで遅れてしまったのかなというのがありますねで後半はだいぶそういう緊張感が取れてよかったんですけどもやはり立ち合いの最小尊敬をして立ち合う時にもそういう気持ちになっていたらものすごくいい立ち合いになったと思いますね。はい、技はもうう申しし分なないいいいですすかから一つつ一つのやつをしっっりとととと打ち切てくこにる思ま